雨ですが、神奈川フィルさんと、リハーサルに向かっております。ピアニスト小谷俊晴さんとともにですね、まあ仲良しなんですけどね一緒にカナフィルさんのリハーサルで動物の車肉祭です ね初合わせということで、はい、行きたいと思います。ちょっと会場で撮れるかわかんないんですけどね、また帰りにでも。そうですね、お願いします。はい、始めました。はい、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。お元気でした。お元気にしております。はい、神奈川フィルさんとのね、演奏会で動物の車肉祭をやるんですけれども、司会の田添那覇子です。はい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。本当にお世話になってます。何、あれでしたっけ、コンチェルト、ラフマニノフとか。そうですね、のコンチェルトの時に。そういうイメージなんですよ。本当ですか。私の中ではロシアンな感じ。ロシアンな感じ。今回はね、サンサンズですけどね。フランスですよね。フランスで、はい、今回もよろしくお願いします。ブラボー。ありがとうございます。ありがとうございます。今まで聞かせていただいたところなんですけどね、とっても素晴らしい。なんかこういろんなことをこうね、想起させてもらえるような感じですよね。いやでね、なんか動物の車肉祭ってピアニストが下手に弾くところがあるんですよ。はい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 、すごい、もうまたまためっちゃ下手にね弾かれてて。多分あれが好きかもしれない。いや何言ってんの。いやあれが好きですよ。何言ってんの。いやいや素晴らしかった。いやいや、ありがとうございます。どっちもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、とんでもない。ありがとうございます。はい、神奈川フィルさんとのリハーサル動物の車肉祭終わりました。帰りのね、タクシーです。楽しかったですね。いや楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかった。なんかいつもやっぱコンチェルトとかで、ね、来るとちょっとさ、ドキドキしながら来るんですけど、ソリストってね、一人っていうちょっとこう、そうですね、プレッシャーというかね、二人で二台ピアノで、しかもやる曲が動物の車肉祭、めっちゃ楽しい。楽しかったね。プログラム楽しかったです。来週の本番も楽しみです。そう、そして本当はですね、式の阿部未来先生、実は僕らの先輩なんですよね。仲良しなんですけども、あの阿部未来さん、指揮者の阿部未来先生と、あとバイオリンのコンマスの大江さん、ちょっとインタビュー撮りたかったんですけども、僕たちね、他にも2台ピアノのプログラムがあったため、ちょっとそのリハをやってる間にお二人帰られてしまってね、ちょっと撮れなかったんですけども、当日もね、なんか撮れたらいいなと思っておりますので、いつだっけ、2月28日かな28日、 YouTube ライブです。神奈川フィルさんの、YouTube のチャンネルでやりますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ということで、今から帰ります。帰ります帰ります何これ